今回はあと数時間日付を超えたら始まるキングダムコラボについていろいろお話をしていこうかなと思います。で、この動画ではコラボが始まった時の注意点、まあ、今回は特にガチャについてちょっと話しておこうと思うんですけど、それについて話していくのと、あとはコラボイベントね、今回は韓国間攻防戦っていう、またこのキングダムコラボ特有のイベントがあったりするんで、このイベントどういう風に進めていったら効率がいいのかとか、こんな感じのイベントですよっていう解説をやっていこうと思うんで、よろしくお願いいたします。そのわけで、まずはコラボガチャについていろいろ話しておこうと思うんですけど、今回のキングダムコラボ、新規のイベントになってくるんで、出てくるガチャは一つしかないです。まあわかりやすいね。前回の SAO のガチャみたいに複数個ガチャがあったりするっていう現象はないんで、まあ、本当にキングダム好きな人はこのガチャを引いていただければ、まず間違いないかな。出てくるキャラクターは、王騎、新、協会、盲点、王本の5人になってる。で、注意点が1個だけあって、もう本当にキングダム大好きだったら、このガチャ、もう速攻で引いてもいいんですけど、特定のキャラが欲しい。協会が欲しいかったり、シンが欲しいとか、王騎が欲しいとか、他のキャラはどうでもいいけど、このキャラだけは絶対に欲しいっていうキャラがいる場合は、日付変わって即引くんじゃなくて、数日待っていただければ、今回のコラボは個別のピックアップがあるんですよね。9月3日のお昼から個別ピックアップ始まるんですけど、シンだったり、協会だったり、王騎がより出やすくなります。普通に引くと確率 1.2% なんですけど、個別ピックアップになると 1.8% に単独のキャラ切り替わるんで、まあ、確率は 1.5 倍引きやすくなったりする。ってことで、まあ、本当にこの、特に王騎将軍とかなんかツイッターのトレンドとかにも入ってたんで、まあ、このキャラが欲しいよっていう人は、本当にこういう個別ピックアップの時に引くのが賢いやり方になってくるかな。なのでそこだけは間違えないように気をつけておいてください。というわけで、今回のキングダムコラボで一番大変なイベント、この韓国間攻防戦についていろいろ話していこうかなと思います。内容についてはコラボが来た時によくあるコラボミッション攻略系、コラボクエストをどうにかこうにかクリアしろよみたいな、そういう系のイベントになってくるんですけど、もちろんそれをクリアするだけではダメです。またクリアしていろいろやんなきゃいけないことがあるんで、どういう仕様に今回はなっているのか、で効率よく進めるにはどうしたらいいのかっていうことを話していこうと思います。ちなみにこのイベント、私いろいろ調べてきたんですけど、最低でも70時間はかかるような仕様になってます。もちろん70時間働き続けるじゃなくて、待ち時間とかも結構あるんですけど、それぐらい時間のかかるイベントなんで、できるだけ早くこの韓国間攻防戦は始めておきましょう。というわけで、この内容複雑なんで、まず大まかな流れから説明しておこうと思うんですけど、まずキングダムコラボ始まったら、これホーム画面にアイコン出てくるんで、まあ、この韓国間攻防戦の画面に行っていただいて、ミッションの内容を確認します。ミッションの内容を見てそれをこなしていただければいいんですけど、これをこなした後にいろいろ今回はやることがあります。で、それがどういうものかっていうと、ちょっとモンストニュースさんの画像を使わせていただくけど、こんな感じ。ミッションをこなすっていうここに大前提があって、そこから先突撃、奇襲、堅守っていう3つの戦略のうちどれか1つを選びます。まあ、この辺についてはまずちょっと細かい仕様があったりするけど、まずそこは一旦無視していただいて、でどれか1つの戦略を行います。で、行った結果敵と戦闘して、その結果武功っていう特殊なポイントを獲得します。で、これを貯めていくことで、いろんな戦型の書だったりとか、あとは降臨キャラクターというか配布キャラクターの過量点だったりとか、これをこなすことで運極今回作れます。そういう特殊なアイテムだったりとか、あとはキャラクターの必殺技ボイスね、そういうところもゲットできるんで、しっかりこのイベントはやっておきましょうっていう風になってる。なので大まかな流れとしては、まずミッションを、大まかな流れでもう一回言うと、コラボミッションこなして戦略のどれか一つを選ぶことで合衆軍と戦闘、そして武功を獲得してアイテムゲットっていう流れになっております。で、こっから一つ一つそれぞれの細かい仕様についていろいろ話していこうと思うんで、やっていきます。じゃあまず戦略についていろいろ話していこうと思うんですけど、さっき突撃、堅守、奇襲の中からどれか一個を選んで戦略やってくださいねって言ったんですけど、
各々の戦略をやるにあたってはしっかりこの右側に書いてある対応したミッションっていうのをこなさないとやることできないんですよね。例えば犬種っていう戦略をやりたいなと思ったら右側に書いてあるミッション、今回は2つの戦場を濃紺クリアっていう仕様になってるけど、これをこなさないとこの犬種っていう行動はできないよっていう流れになってます。なのでしっかりやりたい戦略に対応したミッションはやっていかないといけないよっていう流れになってるんですけど、一応これ公式さん見る感じ複数同時にこなすっていうこともできそうなんで、効率よくやっていこうと思ったらこのミッションできるだけ複数やっていくのがいいね。であとは選んだ戦略の対応したミッションは1回使うと破棄されて新しいものに切り替わるっていうこと書いてあったんですけど、すでにクリアしててこなさなかったミッションに関してはクリアしたまま、なので次回いつでも別に何もしなくても犬種とか奇襲とかクリアしたけど使わなかった戦略に関してはすぐできるって言ってたんで、かなりその複数同時にミッションを遂行していくっていうのは意識してやっていくと効率よくできると思う。で、戦略に関してはこれ何のために突撃、犬種、奇襲っていう3つのものがあるかっていうことなんですけど、これね相性があります。モンストの属性と一緒ね、火属性、木属性、水属性みたいなイメージでいて持ってていただいて、各々に対応したその強い弱いがあったりするんで、その敵にもこれ今右側にあったりするけど、敵がこの奇襲木属性ですよ、で自分は火属性なんで有利ですよっていう状況になってると勝ちやすくなるんで、この辺も意識しておいた方がいいね。なので、ミッションをこなして戦略挑む段階で相手の属性を見るっていうのもすごい重要になってきます。あとは運営さんが流してくれたこの映像も見せておこうと思うんですけど、自分たちが突撃で相手が木属性とか同じ属性の突撃とかなんで、こっちがかなり勝ちやすい状況だね。で実際勝ってある程度こうやって武勲をもらいましたよっていう感じの、こうやって相性を意識してくださいねっていう流れになってる。そしてこれが一番大変なんですけど、何か一つ戦略を選ぶと10時間何もできません。なので最初にこれは最低でも70時間かかるよって言った理由は、これね、どれだけ最高率であってもこの10時間の待機時間があるせいで結構時間がかかる仕様になってるね。で SAO コラボの時はいろいろ別のレベル上げとかでこの10時間っていう時間を短くできたんですけど、今回のキングダムコラボありません。ないんですよね。ないんだな、これが。なので、しっかりちょこちょこログインして、戦略がいつでも取れるようになったら、ちゃんと取るようにしておかないと間に合わないっていう事態になるかもしれないんで、しっかり意識して進めていきましょう。で、あとは、10時間経ったら、最初は突撃だった人が、次回は犬種、青い水属性に変わったりとかで、いろいろ状況も変わってきたりするんで、その状況に応じて、選ぶ戦略っていうのも変わってくるみたいね。そんなわけで、戦略の仕様についていろいろ解説をしていったんですけど、じゃあここからは、どういう状況で、どういう戦略を取るのがいいのか、結局じゃあ何の属性で戦略選べばいいのっていう話をやっていこうと思います。で、ゲーム画面始まると、おそらくこんな感じで、自分たちの軍は5つあって、各々に、こんな感じで何かしらの、その戦略の属性が付与されてると思います。で、向かい合ってるこっちの相手と戦うっていう形になるんで、そこを見て、自分の選ぶ戦略を決めるっていう形になってるね。なので、例えばこの画面の、この画像の状況だったら、例えば自分が犬種、水属性で相手は木属性っていう状況なんで、これを選ぶのはまず間違いね。犬種を選ばないように考える。あとはそしたら奇襲か突撃のどっちかなんですけど、奇襲の場合は結局相手が水属性で有利を取れる。で、奇襲は同じ属性だから同等の確率。で、突撃を選んでも相手は、これ同じ赤属性、火属性で、こっちが有利を取れるっていう状況なんで、ぶっちゃけこの状況だったら、犬種以外のどっちかを選ぶっていう、こんな感じの考え方ね。向かい合ってる相手の属性を見て、何を取ったら不利にならないかっていうのを考えていく。一番選んでダメなのはこういう、本当に自分が不利になる状況で終わるっていうのなんで、それ以外、しっかり有利を取れる、その属性を選んで戦略を選んでいきましょうっていうのを意識して自分の戦略しっかり決めていきましょう。そして今回の攻防戦、武功っていうポイントを集めることでいろいろ報酬がもらえるよって言ったんですけど、これもまた細かい仕様がいくつかあるんで、それを話していこうと思います。
で、まず戦略を選ぶにあたって自分たちの軍の属性を見ようって言ったんですけど、属性の数も重要なんですよね。戦略の数、こんな感じで今回は5つの軍っていうものに分かれてます。で、その中で3つの属性がこうやって2つの軍に振り分けられてたりとか、どこか1つの軍は、例えばこれは奇襲ね、奇襲属性が1個しかないよっていう、こんな感じに分かれてることが多々あると思います。で、例えばこの右側の剣手っていう戦略を例えば選んで戦ったとしましょう。そしたらこんな感じで、勝ったら20ポイントで、負けた場合は10ポイントの武功がもらえます。まあ、2つの軍があるんでちょっと少ない量になってるよっていう感じね。で、これが1個しかないこの奇襲っていう属性のこの戦略を選んで戦った時は、勝ったら40ポイントの武功がもらえます。で、敗北したら20ポイントの武功がもらえます。で、結局そしたら2属性で戦うのと1つの軍で戦うのと結局そんなに変わりないじゃんって思うかもしれないけど、これね、ちょっと気をつけたいことがあって、各軍が獲得できる武功は60ポイントまでなんですよね。なので、例えばこの一番左のこの方、ちょっと名前私原作詳しくないんでわかんないですけど、この方ばっか選んでてずっと戦っていっても武功が60ポイントに達した時点でもうこの人を選ぶ意味は全くなくなります。これ以上戦っても全く報酬もらえないんで、いろんな人たちにしっかり武功を分け与えていけないとっていう感じになるんですよね。これも多分原作再現みたいな感じになってるのかな。なので、細かい報酬を見ていくと、こんな感じで、しっかり全部の軍を武功60ポイントまで持っていくことで報酬の全てが完了するっていう形になってるんですよね。なので、ここで効率よく進めるにあたって最終的なまとめを話しておこうと思うんですけど、最初に言った通り、戦略はしっかりこれ有利な戦略を選んで戦っていきましょうっていう流れにもなってるんですけど、もう一個気をつけておきたいのが、できるだけいろんな軍に均等に最初は武功を上げていった方がいいと思う。結局一つの軍に集約させてポイントを与えたところで、無駄になっちゃうんで、最高の60超えたら稼いだ武功は無駄になっちゃうから、できるだけみんな均等に稼いでいくっていうのを意識しておいた方がいいね。なので、まあ選ぶ戦略についてはできるだけ2つを選んで進めていった方がいいんじゃないのかなと私は思ってる。で、こうやって進めていって、多分どこかの軍が結局は一番早く武功が溜まりきっちゃうっていうオチになったら、そこから先は一つの軍で一気にドカンと、その少ないやつが一個の、こうやってこの方がもし例えば他の武功がもう50ポイントとか終わりかけになってるのに、この方だけまだ10ポイントぐらいしか武功稼いでなかったら、一個の状況が来たら一気に攻めて勝利を目指すっていうパターンは全然いいんじゃないのかなと思うね。なので基本的にみんな均等に武功を与えていきましょうっていうのも意識しておいた方がいいかなと思います。なのでそういう感じで今回のキングダムコラボのこの戦略は選んで進めていったらかなり効率よくできるんじゃないのかなって思うね。そして今回の超究極クエスト4剣についても少し話しておくことがあるんですけど、これね、まあ基本的に周回の仕様については今回の SAO コラボのキリトさんと一緒で、全キャラクターがラックプラス99なのでガチャゲンで周回してれば OK よっていう仕様になってるんで、まあモンストやり込んでる方はキャラ揃ってると思うんで、そんなに苦もなく周回できると思うんですけど、始めた方でキャラクターが全然揃ってないよっていう方もいると思います。で、そういう方はやっぱり一周一周戦うのが大変っていう風になると思うんで、このさっき説明してた、この攻防戦イベント、これをね、先にできるだけ進めておくと、最大でこのドロップ率が2倍っていう状況が作れるんですよね。一応報酬の画面も見せておこうと思うんですけど、さっきの武勲報酬のこの全員の武勲が30に達成するごとに、さっきの宝剣のドロップ量が増えていくんですよね。なので、宝剣降臨するまで、3日ぐらいは確かあったはずなんで、まあ普通にキャラ揃ってで周回できるよっていう人も、とりあえず最初は全軍の武功が30超えられるように意識しておくと、宝剣周回するときかなり楽に終わらせられると思います。私もとりあえず宝剣までには全軍30まで溜まるように意識していろいろ進めていこうと思うんで、まあそこ気をつけておくと、今回の超究極かなり楽に進められるんじゃないのかなって思うわ。そんな感じで参考になったら幸いです。終わります。ごきげんよう。